こんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはうさぎのチルくん、モヌくん、テグくんです。テグくんとモヌくんが少し前に去勢手術を終えて、どのように関係性が変わったのかというお話をしたいと思います。チルはもともと少し前に、この子たちよりも前に去勢手術をしていたので、今回はウォヌくんとテグくんが、1週間1週間後とかにしております。まあ、それまでね、オス3匹の割には何も喧嘩もなく、トラブルもなく、仲良しでやっておりました。結論から言いますと、手術しても関係性は全く変わりませんでした。なんかね、特に何かが変わるわけでもなくて、仲良しのまま同じところで仲良く暮らしてるっていう感じです。同じくこちらはうさぎのハンくんとタナくんです。ハンくんとタナくんも同時期に去勢手術をしました。こちらはまずハンくんが去勢手術をして、それから1週間後にタナくんだったんですけど、その間ですね、もともとハンくんの方がマウント的には上を取っておりました。それがね、手術して2日後になぜかタナちゃんがマウントで上になるっていうことが起きたんですよ。それでちょっとこの2人一緒にできないかもとか、過ごせないかもってちょっと思った時期もあったんですが、タナちゃんも手術をして落ち着いたので元のバランスに戻って、こちらも問題なくニピョンで仲良く同居をしております。4ピョン1週間ごとに去勢をしたんですけれども、それぞれのところで関係性的には変わらず、3ピョンと2ピョンっていう感じで男の子同士仲良く同居しているという感じです。これはもうあくまでも我が家の場合なので、手術をしてまあちょっと性格が変わる子もいれば、こういうパワーバランスとかも変わることがあるので、まあ何の参考にもならないかもしれないですし、まあそもそもここの3ピョン2ピョンはオスオス同士で最初からなぜか仲良くできていたっていう奇跡な組み合わせたちなので、なんとも言えないんですが、一応去勢手術してどのように変わったかなって、私もね気になってたんですけど、結論我が家は一切変わらない関係だっていうことが分かりました。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。近いよー。